建造物の例歴史資料の例彫刻の例広古資料の例絵画の例建造物の例荒池住宅重要文化財は日本に所在する建造物美術工芸品広古資料歴史資料等の有形文化財のうち歴史上芸術上の価値の高いものまたは学術的に価値の高いものとして文化財保護法に基づき日本国政府が指定した文化財を指す 十分と略称されることが多い。文化庁による英語表記は、インポータントカルチュラルプロパティーズ。日本の地方公共団体が、それぞれの文化財保護条例に基づいて指定する、有形文化財についても、県指定重要文化財、指定重要文化財等と呼称される場合があるが、文化財保護法に規定する、重要文化財とは、国が指定した、有形文化財のことを指す。 本校では特起なき限り文化財保護法第27条の規定に基づき日本国が指定した重要文化財について記述する。文化財とは国や地方自治体の指定、選定、登録の有無にかかわらず有形無形の文化的遺産全般を指す用語である。文化財保護法では文化財を有形文化財、無形文化財、民族文化財、記念物、 文化的景観、伝統的建造物群の6つのカテゴリーに分類しているが、このうちの有形文化財に該当するもので、国によって指定されたものを重要文化財と呼称している。常述のように法令、行政用語としての重要文化財は国の指定を受けた文化財全般を指す用語ではなく、国指定の有形文化財のみを指す用語である点に注意を要する。 似通った用語として、重要無形文化財、重要有形民族文化財、重要無形民族文化財などがあるがこれらはいずれも、重要文化財とは別個のカテゴリーであり、例えば、重要有形民族文化財を略して、重要文化財と呼称することは適当でない。文部科学大臣は、重要文化財のうち、世界文化の見地から価値の高いもので、 類ない国民のの宝たるものを国法及び重要文化財指定基準によれば、重要文化財のうち、政策が極めて優れ、かつ文化史的意義の特に深いもの、学術的価値が極めて高く、かつ歴史上極めて意義の深いものを国法に指定することができる。法的には国宝も重要文化財の一種である。なお、 1950年の文化財保護法施行以前の旧制度下では現在の重要文化財に相当するものがすべて国法と称されていたので混同しないよう注意を要する文化財保護法の規定により地方公共団体は国指定の文化財以外の文化財について当該地方公共団体の区域内に損するもののうち重要なものを指定して その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができるとされている。これに基づき、各都道府県、市町村ではそれぞれ文化財保護条例を定め、有形、無形の文化財の指定を行っている。これらの文化財については、県指定文化財、市指定文化財などと表記され、国指定の文化財と区別されている。都道府県、 市町村指定の有形文化財については、東京都指定有形文化財のように、有形文化財と呼称するケースが多いが、同様の文化財を、青森県では、青森県庁法、長野県では、長野県だから、鳥取県では、鳥取県指定保護文化財と呼称するなど、一定しておらず、どのように呼称するかは、各自治体の文化財保護条例で個々に規定している。 47都道府県のうち福島、群馬、神奈川、岐阜、岡山、広島、佐賀の各県では、県条例によって指定した有形文化財を県指定重要文化財と呼称しており、国の指定した重要文化財と混同しないよう注意を要する。なお、都道府県や市町村指定の文化財と区別するため、観光案内所等では、 国重要文化財、国中文等の表記をしばしば目にするが、これらは正式の用語ではなく文化財保護法に、基づき国が指定した有形文化財については単に重要文化財と呼称するのが正式である。重要文化財指定候補物件については文化庁で事前調査を行い、文部科学大臣は文化審議会に指定すべき物件について諮問する。 文化審議会文化財文化会による審議、議決を経て文化審議会は文部科学大臣に対し重要文化財に指定するよう答申を行う。文部科学大臣はこれを受けて指定物件の名称、所有者等を官報に告示するとともに当該重要文化財の所有者には指定書を交付する。法的には文部科学大臣によって指定の事実が 関東に告示された日から重要文化財の指定は、効力を発する。なお、指定は、国法及び重要文化財指定基準に基づいて行われる。重要文化財の指定、管理、保護、公開等については、文化財保護法第3章、有形文化財の第1節重要文化財に規定されている。ここでは、 重要文化財の日本国外への輸出禁止が明記され、重要文化財の現状変更には、文化庁長官の許可を要することとされている。重要文化財の所有者には、文化財保護法、関係法令及び文化庁長官の指示に従い、当該重要文化財を管理する義務があり、重要文化財の所有者や所在が変更した場合には、文化庁長官へ届け出る義務がある。 重要文化財の修理及び公開は所有者が行うものとされているが、所有者が管理や修理に要する費用を負担できないと、特別の事情がある場合は、政府から補助金を交付できるものと定めている。重要文化財は、譲渡についても、一定の制限がある。すなわち、重要文化財の所有者が、当該重要文化財を有償で絶え譲渡しようとする、時は、 まず文化庁長官へ、売り渡しの申し出をすることとされている。一方、重要文化財の所有、譲渡、相続、贈与については、固定資産税、所得税、相続税、贈与税などの非課税や減免などの優遇措置が講じられている。一方で、競売による所有権移転については、想定外のこととして、規制の対象になっていない。 例えば2009年5月に円満院の十分指定の建物が競売にかけられる事態が起こっている。この件について文化庁は十分が競売で所有権が移転するのは好ましくないとのコメントを出しており何らかの規制が必要と考えられる。日本における最初の文化財関連法令とみなされるのは1871年の大上官布告。 古希旧物保存型である。この布告に基づいて近畿地方を中心とした社寺等に提出させた古希旧物の目録をもとに翌1872年5月から10月にかけて日本初の文化財調査とされる人身検査が実施された。ちなみに人身は1872年の江戸であり、検査は現代日本語の調査に相当する。この人身検査には 文部官僚の町田久成、蜷川の種のほか、油絵画家の高橋雄一、写真誌の横山松三郎らが記録係として同行した。1888年には、区内省に臨時全国宝物取調べ局が設置された。局長は後に、国立博物館総長となる、久喜隆一であり、係官には、近代日本美術史に大きな足跡を残した、岡倉角像や、 アーネストフェノロサも名を連ねていた。ここで言う、宝物は文化財保護法における美術工芸品に相当し、有形文化財のうち建造物を除いたものである。こうした調査の結果を踏まえ、1897年に古社寺保存法が制定され日本初の文化財指定が行われた。1897年12月28日付官報に、 初の指定告示が掲載され、国宝155件、特別保護建造物44件が指定された。古社寺保存法における国宝及び特別保護、建造物は、文化財保護法における重要文化財に相当する。古社寺保存法はその名の通り社寺所有の建造物及び宝物をその対象としており、同法による国宝及び特別保護建造物の 指定は保存修理等のために国庫から保存金を支出すべき物件のリスト化という意味合いが強かった。その後1929年、古社寺保存法に代わって国宝保存法が制定された。この法律では、木の古社寺保存法が社寺所有の物件だけを指定の対象としていたのに、大使、国、地方自治体、法人、個人などの所有品も国宝の指定対象となった。 また、特別保護建造物の名称を廃止して建造物についても国宝と称することになった。この法律が制定された背景には、各地の城郭の後輩や旧大名家の所蔵品の散逸などが懸念されたことがあった。国宝保存法に基づき、1930年には、東京の徳川家霊病、名古屋城などが国宝に指定され、翌1931年には、 東京美術学校保管の絵画等が国宝に指定された。国宝保存法による指定は第二次世界大戦中の1944年まで継続されたが、翌1945年から指定作業は一時中断し、終戦後は1949年に2回の指定が行われたのみである。1950年、従来の国宝保存法。 史跡名称天然記念物保存法、重要美術品を認定した重要美術品等の保存に関する法律を統合する形で文化財保護法が制定された。この法律制定のきっかけは、その前年に発生した放流時混同の火災と壁画の損傷であったことは、広く知られている。この法律の交付により、従来の宝物に代わって文化財、 重要文化財の子が初めて公式に使われるようになった。また、従来、法律による保護の対象となっていなかった無形文化財の選定制度が盛り込まれるなど、当時としては画期的な法律であった。1897年から1949年までの間に、古社寺保存法及び国宝保存法に基づいて、国宝に指定された物件は、火災で消失したもの、 等を除き宝物物類件件建造物件であったこれらの物件が、いわゆる、旧国宝であり、これらの物件すべては、文化財保護法施行の日である1950年8月29日を、もって、同法に規定する、重要文化財となった。そして、重要文化財のうちで、日本文化史上特に貴重なものが改めて、 国法に指定されることになった。つまり、1950年以前と言いごとでは、法律上の国法という用語の意味が異なっており、旧法の国法は文化財保護法上の重要文化財に相当する。この点の混同を避けるため、文化財保護法上の国法を新国法と俗称することもある。いずれにしても、第二次世界大戦以前には、 国宝であったものが戦後、重要文化財に格下げされたと解釈するのは誤りである。重要文化財は建造物の部と美術工芸品の部の大きく二つに分かれ、美術工芸品の部はさらに絵画、彫刻、工芸品、書籍、転籍、古文書、考古資料、歴史資料の七部門に分かれている。指定件数は以下の通りである。 1>, 1、東京都2806件2、京都府2188件3、奈良県1327件4、滋賀県823件5、大阪府678件2021年3月時点の文化庁の最新の調査結果により、2014年7月時点で国宝を含む重要文化財に指定されていた美術工芸品1524件のうち、 個人所有者の転居、死亡、謝辞などからの盗難などにより、所在不明と判明したものが142件、追加確認が必要なものが50件となっている。所在不明142件の内文化財、種別件数では、工芸品78件、書籍、転籍23件、彫刻15件、絵画14件、古文書10件、考古資料2件で、 理由別件数では、所有者、転居四十三件、所有者死去十五件、盗難二十八件、売却九件、法人解散二件、不明など二十五件だった。このうち1 9五十年の文化財、保護法制定以前に所在不明になったのが九十七件、以後が四十五件であった。文化庁は二千二十一年三月時点で、所在不明だった百四十二件の詳細を、 公表している。文化財保護法は、重要文化財につき、所有者が判明しない場合または所有者もしくは、管理責任者による管理が著しく困難もしくは、不適当であると、明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文化財の保有のため必要な管理を行わせることができると規定している。 この規定に基づいて指定された法人を当該重要文化財の管理団体と称する。管理団体が指定されている例としては次のようなものがある。得意な例としては、栃木県日光市所在の共造と本児童の場合がある。これら二棟については、日光島将軍と林王寺のいずれに帰属する建物であるか決着がついていないため、 財団法人日光社寺文化財保存会が管理団体に指定されている。文化財保護法第29条には国法または重要文化財が国法または重要文化財としての価値を失った場合、その他特殊の自由があるときは文部科学大臣は国法または重要文化財の指定を解除することができるとの規定がある。この規定によって 重要文化財の指定を解除されたものの大部分は火災によって消失したものである。消失以外の自由によって指定を解除された例としては次のものがある。近代建造物の例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 農家、許家、町屋などの民家建築が文化財として着目されるようになったのは太平洋戦争後である。 高度経済成長による日本人の生活様式の変化に伴い、伝統的な民家が急速に姿を消し始めた1960年代から民家の重要文化財指定が積極的に推進されるようになった。その先駆けとして、1955年から東京大学工学部建築学科による町屋調査を経て、1957年6月18日に、 胸札とともに、国の重要文化財に指定された奈良県柏原市、今井町の今、西江住宅が文化財保護法により根本修理に着手することとなり、奈良県教育委員会が今西家から委託を受けて1961年3月に寄港し、1962年10月に竣工した。同建物は、日本民家の一律家と言われるほどの貴重な建物で、 破損と傾斜が著しく東海を町屋調査によって救えた恒例である。なお、第二次大戦終戦以前に国の指定を受けていた民家は大阪府羽曳野市の吉村家住宅指定と京都市の小川家住宅指定のわずか2件のみであった。1975年の文化財保護法改正により建造物とともにその所在する土地を重要文化財に指定することができるようになった。 同法、第2条第1項第1号には建造物らのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件が重要文化財指定の対象である有形文化財の概念に含まれることが明記された。この規定に基づく土地の重要文化財指定は1976年に初めて行われ、民家の建物と共にその敷地が重要文化財に指定された。 民家の重要文化財指定に際して土地を合わせて指定するということには民家の母屋のみならず門、塀、倉、井戸、祠こ等の付属建物、石垣、水路、庭園、堀等の工作物、さらには宅地、山林などを合わせて指定することによって屋敷構え全体の保存を図ろうとする意図がある。なお、建造物とともに土地が重要文化財に 指定されているケースは民家のほか社寺や近代建築にもある。歴史資料科学技術関係の例、天体望遠鏡国立科学博物館像1975年の文化財保護法改正により、新たな指定分野として歴史資料の部が新設された。歴史資料の部の重要文化財新規指定は1977年に初めて行われ、この時は、 長崎武行書キリシタン関係資料と、カスガ版ハンギの2件が指定された。なお、従来、絵画、書籍、転籍等として、重要文化財に指定されていた物件で、歴史資料の部に移されたものもある。一例を挙げると、仙台市博物館保管の、慶長圏王施設関係資料は1966年に、 絵画の部の重要文化財に指定されていたが上述の文化財保護法改正に伴って歴史資料の部に移され2001年に歴史資料としては最初の国宝指定を受けている。歴史資料として指定を受けているものには政治家、学者などの歴史上の人物に関する一括資料、古写真やその原版古地図、古活字、科学技術関係資料、 産業関係資料など様々なものがある。人物関係資料としては、高野長英、間宮林蔵、坂本龍馬、大久保利道、岩倉智美などの一括資料がある。科学技術関係では、平賀県内のエリキテル、初期の天体望遠鏡、電球儀、モールス電信機、メートル元気などがある。産業関係では、初期の印刷機、製防機、 鉄道車両などがある。参照、文化庁公式サイト、PDF ファイル、国立文化財機構概要平成19年度など、昭和26年文化財保護委員会告示第2号、円満員の十分建物、宗教法人が約10億円で落札、文化庁困惑、読売新聞、オリジナルの2009年6月1日時点におけるアーカイブ、 https://web.archive.org/web/20090601074238/httpww. <ッ> w ッ読売 COJP ナショナルニュース29531位と h t 0 0 0 7 2 h t m と大津の古刹円満員の十分建物が十億円で落札産経新聞 オリジナルの2010年3月2日、時点におけるアーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 0 0 3 0 2 2 3 0 5 1 7 h t t p s a n k e i j p m s n c o m a f f a i r s t r i a l 0 9 0 6 0 1 trl0906011137004n1htm 無形文化財の選定制度とは文化財保護法制定時の無形文化財保護制度であり無形文化財のうち特に価値の高いもので国が保護しなければ水防する恐れのあるものについて文化財保護委員会が女性の措置を講ずべき無形文化財として選定したものこの選定制度は 1954年の文化財保護法改正で重要無形文化財の指定制度を呼び記録作成等の措置を講ずべき無形文化財の選択制度に移行した松山岩尾国宝という物語国宝新庁舎、2005P207 日本大百科全書第9巻小学館 P208 文化庁文化宝部新指定の文化財 月刊文化財671第1放棄 2019P8 文化庁文化宝部新指定の文化財月刊文化財681第1放棄 200P4 盗難を含む所在不明に関する情報提供について取り戻そうみんなの文化財文化庁2021年3月13日閲覧 所在不明文化財の内訳文化庁2021年3月5日、所在不明になっている国指定文化財、文化庁、2021年3月13日閲覧。正式の指定名称は、日本ハリストス政教会教団復活大聖堂、大学関係では、同志社大学礼拝堂が、最も早く1963年の指定である。他に、 徳島藩おめしくじら船千山丸が歴史資料部門で指定されている。建造物の分類別指定件数については、月間文化財495号第1号規 2004P8 及び月間文化財502号第1号規 2005P8 を参照。第2次大戦終戦以前に指定された民間所有の建造物としては、他に 奈良県の根性か書院があるが、文化庁の分類では、民家の範疇には入らない。ありがとうございます。